皆さんこんにちは。今年もだいぶ秋が深まってまいりまして、本当に残すところ1ヶ月半余りとなってまいりました。皆様におきましては大変お忙しい中ですね、今日はご参加いただきまして本当にありがとうございます。相模原市行財政構造改革プランに関しまして、今年の4月に皆様にお示しをさせていただきました。そうした中で本来ならば、すぐにでもですね、市民の皆様と対話を行い、直接ですね、皆様からさまざまなご意見ご提言をいただく機会を作るべきでございましたが、ご承知の通り、私が就任して2年半経ちますが、この間、令和元年東日本台風がございまして、その3ヶ月のうちにはですね、新型コロナウイルス感染症のですね、対応に追われてまいりまして、なかなか皆様と直接こうした対応ができずにですね、長引いてしまったことをまずお詫びをしなくてはならないというふうに思っております。今後もですね、顔の見える市長として市民の皆様と対応を行いながら、後世の子どもたちにですね、誇れる相模原をしっかり作ってまいりたいと思っております。そのためにもですね、総合計画で示しておりますおおむね20年先のですね、本市が目指すですね、姿であります潤いと活力に満ちですね、希望、笑顔と希望があふれる相模原というですね、こういったですね、フレーズがございますが、このことをですね、しっかりと念頭に入れながらですね、まちづくり、そして後世のですね、たすきを次の世代につないでまいりたいという思いでございます。この行財政構造改革を進むにあたりまして、というのは私が市長になって以降ですね、市長が変わってからさまざまなこのプランやイベント等が、中止や廃止になって、なかなか先行きが見えてこないという、お話もいただいております。私もですね、これまで民間企業を経まして、神奈川県会議員やそして衆議院議員を経て、さらには落選をいたしました期間もございますから、政治生活も20年を超えてまいりますが、そうした中で外から見た相模原と、やはり市長になって中で見た相模原、さまざまな見えてきた課題もございますし、また、より市民の皆さんと対応してですね、後世につなぐ相模原を作らなきゃいけないという、本当に、希望に燃えている部分もございます。そうした中で例えばですね、このさまざまな大型プロジェクト相模原、これもできます、あれもできますという話をしてまいりましたが、後ほど石井財政局長からもお話がございますが、これがですね、なかなか長期的な、中長期的な財政のですね、裏付けが、中長期的な財政のですね、見通しがなかったり、財源の裏付けがなかったりしてですね、なかなかさまざまな、提案は上がってるんだけども、実際にですね、取り組みとしてなかなか困難な部分が多数あるなと思いございます。また、台風や、新型コロナというですね、対応、さらには南区の中ではですね、浅見沢来地区の第一整備地区のですね、区画整備事業といった大変市民の皆様にもお詫びをしなきゃいけないこれまでの経緯もございまして、さまざまな事柄がございます。そうした中で相模原市をですね、ここを振り返ってみますと、これまで先ほど言ったように中長期的な財政のですね、見通しがなかった中でありますが、令和元年9月におきまして、下岡副市長の下でですね、石井財政局長らがさまざまな、町内の調整を取りまして、中長期的な財政の収支をですね、令和2年度から9年度まで8年間見通しの中で768億円の歳出超過、いわゆる、これまでのですね、行財政サービスを続けてきた場合に768億円、歳出超過、赤字になってしまうという結果が出ました。そして令和、2年の10月にもう一度ですね、この中長期的な令和3年度から今度は9年度の7年間のですね、中での、この今の行政サービスを続けた場合のですね、方向性をもう一度、見通しましたら816億円のですね、歳出超過という結果になりました。なかなかですね、この合併後、そして政令指定都市になってですね、10年が経ちますが、津久井地域の皆様、今日多くいらっしゃって本当にありがとうございます。そうした中で皆さんにとってもですね、合併してよかったなと、政令市になってよかったじゃないかと、言っていただけるような、つくりを進めなきゃいけないと思いますし、安全で安心な暮らしを応援していかなきゃいけないというふうに思っております。私がこの2年半地域を歩む中で、
やはり町の時代の方がサービスが非常に短かったしスピーディーだったというお話もいただいておりますし、まあ、皆様からですね学費に対する、様々な思いがあるということも受け止めていかなきゃいけないというふうに思っております。ただこれから先ですね相模原市が一つになりました。72万、指定都市としてこれからですね本当に先ほど言った潤いと活力に満ちたような相模原にしていくには私はこれから6年後に、リニア中央新幹線の新駅が、この神奈川県新駅として橋本地区に、参ります。そしてそこからですね5分10分というところで例えば、相模川で、私も釣りが好きなんですが鮎釣りができる、そして小松城北地区のですね里山ではホタルが見える、まあ、こうしたですね都市部と自然のベストミックスした相模原というふうに思っておりまして、もっと言うとですね、この神奈川県民の約6割のお水を拠出しているのが私ども相模原地域でありますしこの津久井地域でございます、まあ、そういった誇りにですね、感じる、私は、町だというふうに思っておりましてこれから本当に市民が一丸となってですね、まあ、私はシビックプライドという言葉を使ってますが相模原市民としての誇りとか共感とか、そして郷土愛といったものを育みながら皆様自らが町づくりに参加をしていただいて相模原市で私は子育てをしています。相模原市で私は勉強を学んでいます。相模原市で私は第2第3の人生を楽しんで今農業を楽しんでいます。そして、ゲートボールを楽しんでいます。さらには相模原で起業してみたい、この町づくりの中でですねものづくり産業というのが非常に長い間、ありますのでものづくりで事業を起こしてみたい、さまざまな方々がこの相模原で、それぞれですね地域に出して自分らしい生き方ができる多様性のある相模原を作っていきたいという思いでございます。まあ、そういった中で先ほど言った歳出超過の課題があったりですね、次に、この経常収支比率という問題がありまして、これは、家計で例えますと今、令和元年度がですね 99.8%、そして令和2年度が、98.2% ということでありまして、例えばですねちょっと分かりやすく話しますけども、例えば、A さんのお宅で100万円を、まあ、なかなか100万円稼ぐお宅はないと思いますが100万円稼ぐご夫妻で稼いでくる収入があるとすれば、そのうちのですね 99万8000円までが、およそ家賃のローンであったりとか、住宅ローンであったりそれから生活費であったり光熱費であったり、まあ、固定的な経費、この義務的なですねどうしても生活の中で生じる経費に使われるということでありまして、100万円のうち99万8000円がそれだけ固定的経費に使われるということは残り2000円しかですね新しい、例えばじゃあ家族で旅行に行こうとか、じゃあ新しく改築をしてみようかとかですね、こういう方が2000円しか残っていない、こういう状況がですねこの経常収支比率の中で示されております。いわゆる財政の硬直化というものでありますが、これはですね令和、2年度は 98.2% と 1.6% 改善はされましたが、それでもですね皆様からお預かりしている市税地方交付税を含めてですねこの経常収支比率が非常に高い位置にございまして、本来ならば、指定都市並みのですね経常収支比率に直していかなきゃいけないわけでありますが、まあ、簡単にお話しすると、家計で例えると新しい事業にチャレンジできる、財源がないということが、実態として分かりました。またですね相模原市の貯金と言われているこの財政調整基金というものがございます。これはですね平成25年度末時点では約133億円ございました。これがですねさまざまな皆様の、まあ、生活の中で、市の方で判断をして使わさせていただき、令和元年度末には68億円となり約半減いたしました。昨年度はですね、コロナ禍の中で事業の等のイベントが中止となりまして109億円と膨らみましたけれども、まあ、このいわゆる相模原市の貯金と言われている財政調整基金も、まあ、最大の133億円から半減まで陥ったというのが実態でございます。まあ、こういったですね、状況を見る中でやはり収支均衡、収入と支出のですね、収支均衡のですね、相模原を作っていかないといけない、そして皆様からお預かりをしている税収、税金というものがございますが、この
お預かりするものに対しての私たちがやるサービス、これをですね、収支均衡型にしなくてはならないという課題が出てまいりました。私もですね、市長になってやはり公約でこうしたものをやっていきたい、こうしたものを例えばですね、敬老パスといったやはり津久井地域をはじめ、やはり私が市内地域を回っていて一番言われているのが公共交通の不便地域のですね、対象の問題でありまして、敬老パスという話もいたしましたが、これも試算をいたしますと年間約11億から12億円かかるということでありまして、こういう事業をやるにしてもなかなか新しい事業ができないという実態がございます。でもそうは言ったって、これから先ほど言った都市と自然のベストミックス相模原、特に津久井地域はこの令和元年東の台風で大変甚大な被害が及び8名の尊い命が失われ、さらには今、復興を進めているですね、道路等々もございます。こういった中で移住定住者をお迎えしなきゃいけない、テレワークセンターを今富士野で実証実験をしている、さまざまな形をしておりますが、これからですね、人が移り住みたい、そしてこの津久井地域でやはり、皆さんと一緒にですね、新しい皆さんが仲間として来れるような環境づくりもしなきゃいけないし、こうした先ほど言ったですね、経常収支比率とか、さらには、財政調整基金といった数値がですね、ある意味市のイメージを示してまいります。この数値があまり良くないと、やはり確か例えば町田市から相模原市に越して子育てをしてみたいとか、例えば八王子市から、相模湖、富士野に引っ越してですね、新しい生活を始めていこうという人たちに対しても、相模原財政が悪いからちょっと行ってもな、サービスが落ちちゃうかなっていう思いもしてしまいますから、やはりこういった数字がですね、改善していかなければなかなか新しい人たちを呼び込んだり、そして皆様も私さっき言ったシビックプライドの醸成にもつながっていかないというふうに思っています。本当に大変厳しい改革でありますが、この行財政構造改革、私も皆様にいい話をして、こんなこともやります、あんなこともできます、こんな相模原にしていきましょうということを言いたいです。だからこそですね、今ここで、逃げずに、しっかりですね、皆さんとの対話を行いながら、今の私たちがしっかりここで踏ん張ってですね、次の世代の子どもたちに確かな相模原をつないでいく必要があるというふうに私は思っています。その責任の先頭に立ってですね、私自身も頑張っていかなきゃいけないと思いますし、ぜひですね、これから相模原市もですね、歳入確保策とか、民間のさまざまな力を借りたですね、例えば PFI を使ったさまざまな取り組みをしていくとか、いろんなですね、歳入確保策も検討しなきゃいけないし、皆さんから お預かりする税金以外にもですね、市の職員のですね、意識改革も進めていかなきゃいけないと思っております。今、人材育成のプログラムを作りまして、今日来ている長園局長には、とにかく人材育成は非常に大事だと、教職員含めて8000人おりますが、例えば先ほど言った三条荒瀬地区の第一整備地区の区画整理事業では、職員自らが、この係数操作をしてしまったという、本当に皆様から信頼を失ってしまうようなこともございました。しかし、このこともですね、多分職員自らが判断したんではなく、私どもの風土体質が招いた結果だというふうに思っております。この風土体質そのものを変えていくには人材の育成も必要だというふうに思っておりますので、ぜひ相模原市民72万市民の皆さんと一緒にですね、今の相模原の現状を一緒に考えていただいて、そして知っていただいて、さらには議会の皆さんにもですね、しっかり正確な正しい情報をお伝えをしていって、議会からもまた厳しい、また適切なご提言やご意見を賜りながらですね、72万市民の皆さんと一緒になってこうワクワクする相模原を作っていきたいというのが私の希望であります。これからですね、例えばこの総合事務所もちょっと隣にございますが、この周辺整備計画も今行っておりまして、今さまざまなですね、皆さんから意見交換もさせていただいてますが、隣も57年経っている、この中央公民館も30年から40年経過している中で、やはり私も今年50歳になりますが、やはり合併前、合併後を見渡してもですね、この相模原地域である公共施設に関しても、例えば廃止をする、見直しをする、集約をしていく、さまざまな手法を取っていかなくてはならないわけでありまして、今、既存のですね、施設を全部そのまま、残せるかというと、そこはなかなか難しい部分もあるし、正確に耐震化をしていかなきゃいけない。例えば西メディカルセンターがここから少し遠くなところにありますが、こういったものも含めてこの周辺でどのようなですね、
この公共施設の見直しができるのか、これを今ワークショップを始めて議論を行っております。そして先ほど言った大型事業もそうです。例えば小田急多摩線の延伸問題というのがございますが、これは唐木台駅から上溝駅まで整備をする、これは私が市長になる前に相模原市が自らが上溝まで行きますという話をされておりました。しかし私が市長になって以降ですね、小田急電鉄さんと今対応していく中で、小田急電鉄の皆さんからは計画にないという話をいただいております。前市長の時代から私の時代も相模原市に対する話は一緒だということも小田急電鉄からいただいてまして、私もこの小田急多摩線の延伸を諦めたわけではありません。補給省のまちづくりをしっかり示して、そしてまずは補給省にこの小田急多摩線の延伸を導いて、そして上溝へまた延伸ができるようなことを目指していきたいと思いますが、かなり市民の皆さんにはこのいいお話をしてきたなという反省をしなきゃいけない点もあります。そういった中で例えば金原地区の問題もそうでありますし、青山西条の課題もございます。まあそれから津久井広域道路の課題もあります。さまざまな課題がございますが、私もですね、市民の皆さんと対応しながら、しっかりですね、先ほども言ったように将来に誇れる相模原を作っていくためにもですね、皆さんと一緒にですね、この課題を共有していただいて、そしてこの相模原市の行財政構造のですね、そのものをですね、変えていく。例えば扶助費に関してだって皆さん政令指定都市の中で上位3番目に入ってますが、例えば障害のある方や、生活保護を受けている方々に対して含めてですね、相模原は福祉の街だなというイメージが皆さんに終わるかどうか、逆に言うと大型事業がいっぱいあるけれども政令指定都市の中で市民一人当たりのですね、いわゆる予算は20政令支出20番ということでありまして、いろんな事業がありますが、実際に70万人規模でいうと浜松市とか熊本市、この事業費は約4、500億円あるわけでありますが、うちは200億円しかないという実態、こういうものをですね、行財政の構造を一回見直して必要なものをしっかり示してくる。例えば新旧といったですね、ものがありますが、今いろんな議論をしている中で、例えば70歳以上の皆さんに1年間で、最大2万4000まで使っていただける、今、チケットをお配りしてますが、これ2万4000配っている自治体、じゃあ他にあるかというとこれは多分ありません。例えば今議論している中でそれを半分にしようかという議論もしておりますが、半分の1万2000人年間したとしてもですね、これ年齢の底上げも5年間かけて71歳、72歳、最後は75歳以上というふうにしていきたいと思いますが、1万2000円ですら、非常に全国的に見れば高い、これは位置であります。しかしこれを受けている方、受けてない方それぞれいらっしゃいますから、まあ、ちょっと一例でございますけれども、そうしたですね、さまざまな行財政の構造の改革を今、しっかり地に足をつけて見直しをしていきたいと思っております。皆様から、こんなことをやって私たちは非常に希望がなくなったとか、こんな、カットをされて将来見通せなくなったとか、いろんなお声をいただいています。だからこそ今日お集まりいただいて、皆様から直にお話も聞き、そして今後ですね、対話の機会を作っていきたいと思っております。私も残る任期は1年半となりましたが、しっかり、未来の子どもたちにですね、確かな相模原を作るためにも皆さんと対話をし、議会の皆さんとも協力をしながら、相模原市がですね、ワクワクする町にですね、発展していくことをですね、先頭に立って頑張っていくことを誓い申し上げまして、冒頭のご挨拶に返させていただきます。今日はどうぞよろしくお願いいたします。